聞いたし自分の悩みがなんか恥ずかしいと思ったんですが、寝れないときは思い切って眠くなるまで勉強し続けた方がいいですかだって。いやーね、睡眠は、ぶっちゃけ眠くなかったら寝なくていいかって言ったらそうじゃないのよ。眠くないときこそ寝た方がいいときも結構あんのよ。眠くなってから寝るともう遅いっていうことも結構あんのよ。それが結構ね、睡眠負債になったりすることもあるから、あのね、 眠くなる状態はどんな時なのかっていうのを研究した方がいいですよ。俺は、あの、こうしたら入眠できるっていうパターンをいくつも持ってんですよ。生活の中で。部屋のここでこれをするととか、これを着てこういう活動するとすぐ眠くなるとか、そういうのをもう若い頃にめちゃくちゃ調べたんで、いつでも寝れるんですよ。すぐ。それは偶然眠ったんじゃなくて、 意図的にそれをして、ほーら、眠くなってきた。はい、行くよ。はい、おやすみす。スコーって寝れるんで。はい。だから、そういうね、なんか、睡眠をね、眠い、眠くないとかっていう、ほんとシンプルにその脳の偶然の機能に頼って寝てるうちは、あの100、100%の睡眠はね、ないですよ。偶然だから。偶然いい睡眠取れたり、偶然良くない睡眠になったりするから、一生五分五分だから。だけど、 あのいい睡眠になった時の状況を全部書き記しとくといいですよ。あの、うたた寝して、パッて起きたらすっきりしてて、うわ、なんか気持ちいい、ああ、超気持ちいいとか、寝起きとか思った時の寝る前に何してたとか、起きた時どんな状況だったとか、全部書き出すような癖つけたらいいと思いますよ。俺はそれから始めたんで。